はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネルの春99です。今回ですね、ボードゲームニュース2021年7月4日分をお届けしたいというふうに思います。The Game Gallery。はい、というわけでですね、ボードゲームニュース2021年7月4日分をお届けしたいというふうに思います。はい、というわけでですね、まずね、国内ニュースはこちらからですね。まずアクラチさんですね、ミープルランド完全日本語版ですね、ブルーオレンジの作品ですね、こちらの方がですね、日本語版の国内の方でも出ますよということが今回発表されていましたね。こちらのところはですね、まあ、弓江のですね、アミューズメントパーク、いわゆる遊園地を作っていきましょうと。遊園地を作るために入園者が喜ぶアトラクションを設置していきましょうと。まあ、そういうことになってるわけですね。これが、ね、意外に早くて8月の、ね、5日に発売しますよということなんですけども、こちらですね、ミープルランドですね。もうすでにですね、ブルーオレンジの方なので、海外の方で流通していて、私の周りの方もですね、言語版の方をですね、輸入してプレイしたという方も幾人かいらっしゃるわけですけども、割と軽いですね、タイルを配置していって、この遊園地のアトラクションを作ることによって、お客さんを呼び込みますよっていうね、よくあるスタンダードのゲームなんですけども、なかなか得点を取るのは難しいよと、まあ、そういう声が聞こえてくるゲームですね。で、注目するのはデザイナーさんですね、シロ・アラードさんとですね、フレディック・ガラードさんの、まあ、お二人のね、共作ということになっていて、シロ・アラードさんの方はですね、国内であんまりね、メジャーなゲームないわけですけども、フレディック・ガラードさんといえばこちらですね、 It's Wonderful World ですね、こちらのデザイナーさんなんですね。これドラフト系のゲームの中で最近非常にいいですよと私よく言ってる方ですけども、このデザイナーさんが一緒になって作ったっていうのがこのミープルランドなんですね。重さのところもちょうど 2.08 ぐらいなので、重量級としてもちょうどいいぐらいのですね、重さのタイル配置じゃないかなということで、気になってた方はね、割と多いみたいですね。ちょっと箱絵私のね、好みじゃないんですけども、ちょっと濃いですからね。なんですが、中身のゲームそのものがここのタイル配置で遊園地作っていくのが面白いという風になっておりましたね。これちょっと気になる作品ですね。で、もう一作品ですね、はい、発売日の方が出ておりまして、こちらですね、バーゲンクエスト完全日本語版ですね。こちらの方がですね、まあ、ファンタジー世界のですね、私たちの方は商人ですね。で、ヒーローにですね、武器や装備を売っていって、お店の評判をなるべく上げましょうと。で、お店の商品のところをディスプレイに陳列していって、ヒーローを呼び込みましょうというですね、いわゆる通常だったらね、このヒーロー側になるんですけどね、こっちね、物を売る側なんですね。ここのところが全く違いますよという形になってましたね。最近そういえばレネゲートさんのね、アクライさんがよく出ますよね。こちらの方もね、8月5日なんで、先ほどね、同日発売なんですね。で、こちらのバーゲンクエスト、海外の方ではもう2017年に出てまして、いくつかもう拡張セットも出ておるんですが、これデザイナーさんのですね、ジョナサン・ユンさんですね。ジョナサン・ユンさんといえばですね、結構この人ね、私好きな方なんですね。最近だとですね、スター・ウォーズ・インペリア・サルトですね、2014年も、この最近じゃないですけどね、こちらの方のデザイナーだったりですね、ドゥーム・ザ・ボードゲームですね、ドゥームを出された形がいたり、結構濃いのを出して、最近がこっちですかね、パワーレンジャーも出してるんですね。なんですね、割とね、こう原作もの、スター・ウォーズ、ドゥーム、パワーレンジャー、ゲームオブソロンとかね、もうこういうのを出してる合間にですね、このバーゲンクエストを出しているっていうことになってて、バーゲンクエストもね、この人の中では割と人気なようでして、割と続きのものが出てるんですね。かなりですね、大量にバーゲンクエストの方は拡張セットも出てて、2022年も出てまして、そのままずーっと出てるんですね。非常に海外の方では人気の拡張セットも出るというぐらいになっていて、この一番最初のですね、バーゲンクエストの基本セットですね、こちらですね、の方がですね、日本語版が出るということになってましたね。いや、こちらの方はね、私、ジョナサン・ユンさんね、割と好きなデザイナーさんでもあるので、非常に気になる作品ですね。先ほどのミーブルランドといい、このバーゲンクエストといい、どちらも8月の5日の発売という風になっておりました。お次こちらですね、ホビージャパンさんですね。ホビージャパンさんの方もですね、新作の方を発表されてまして、こちら消されたメッセージですね。これもなんか非常に変わったタイプのですね、まあ、犯人を探しましょうという非対象型協力ゲームになっていて、まあ、犯人側とですね、まあ、それ以外の方というのがいるということになってるんですけど、これね、私も未プレイなのでなんとなくまだピンときてないんですけども、こちらのコンポーネントの中に手がかりを書いていきましょう。で、 3×3 のボードの中に書いていくんだけど、犯人が特定の区画を消してしまいますよと。で、その残りのところから捜査員がですね、まあ、犯人を特定しなさいっていうですね、非常に変わったんですね。こんな風に書くんだけど、まあ、一部は消されてしまいますと。この消されたやつを見て、どこやねんっていうのを想像して、この大きいマップの中から犯人を見つけると、こういう仕掛けになっていましたね。今7月20日の締め切りでですね、こういった、消されたメッセージ、犯人を探せキャンペーンなんてもねされてるみたいなので、まあ、こちらの方もですね、 URL 貼っときますね。ご興味のある方されてみるといいと思いますが、なんかこの犯人探しっていうことでね、ミクロマクロクライムシティがね、大きい中からね、探していきましょうっていうのもありましたけども、なんとなくそれ似たようなところから探していくんだけども、そのヒントを出す人と、そのヒントを消す人がいると。ヒントをね、消す人がいるっていうゲームなかなかないんですけども、まあ、ヒントを消す人がいるということもあるのがちょっと変わってるんじゃないかなというふうに思いますね。で、お次こちらですね。いや、これはね、
くりしましたね。ケミルさんですね、ケミルライブの方ですね、この7月の方が行われたわけですけども、そちらの方で発表された作品の中でクラウドエイジ日本語版ですね、こちらの方が2021年の年内に発売しますよということがですね今回発表されましたね。いやーこれね、まあ日本語版どっか出すんだろうと思ったんですけどね、まあこのまでの流れから言うとテンデーさんなのかなというなんとなく思っていたわけなんですけども、今回の方のこのクラウドエイジの方はケンビルさんの方が出しますよということになりましたね。これねなかなかねすごい文脈のゲームなんですね。今回のこのクラウドエイジのところは2020年の方に出ておるんですけども、デザイナーさん自体はですねお二人ですね、アレクサンダー・プフィッサーさんとアーノルド・ステインウェンダーさんのねこのお二人になっておるわけなんですが、もちろんですねこのねアーノルド・ステインウェンダーさんってね割と今まで軽いゲームしか出していなくて、このクラウドエイジのところでビッグゲームにね挑んでいくということになるんですけども、アレクサンダー・プフィッサーさんですね、もうみんな大好きな方ですけども、こちらの方っていうといわゆるモンマサですよね。この独特のデッキ構築をしながらですねこの砂漠のねところを開拓していくっていう、この人のねロードはここから始まったと言ってもいいと思うんですけども、このモンバサからスタート C のグレートウエスタントレールですね、今年に新しいバージョン出ますけどね、グレートウエスタントレールなりのこのブラックアート香港ですね、ここまでずーっとこの独特のデッキですよね、出していったカードをですね簡単には返ってこないっていうシリーズがキーの、そしてモンバサですよね、ここまで全部重さが 3.8 から 3.9 のほとんど4に近いっていうね、重量級っていうやつをバン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 と4発ほど出していって、この文脈の続きで出てきているのがこのクラウドエイジなんですよね。なんで同じようなこれデッキ構築要素もあり、ハンドマネジメントの要素もありっていうのが全部あって、これまでの第5弾かとかいうふうに思っていたんですが、マラカイボのようなシナリオ性も入ってるんですね。そこまで入って実はプレイが 2.78 なんですね。ちょっと待てよと、今までの 3.7 から 3.9 だったんちゃうんかいっていうことがあって、実はこれは軽いんですということになってるんですね。なんですけどもこれね強烈に言語依存があるんですね。いろんなカードに言語依存はバンバンあるし、シナリオ系のカードにも相当言語依存があるんですね。なんでどうしようかしらというふうに思っていたのと、初版のところのルールは結構あまり良くなかったらしくて、そこの評判も良くないっていうのをボードゲームギークなんかでチラチラ見ていたので、第2版がね流通十分してからの方がいいな、どっちか分からないですからね通販で買った時ね、どっちか分からないので確実に第2版が手に入るようになってからがいいなと個人的には思っておったんですが、この第2版に準拠したものが日本語版で出ますよということになっていましたね。いやーこれはね素晴らしいですよね。ここまでのところのモンバサとかグレートウェスタントレールとかブラックアウト香港ですとかマラカイボですとか、もちろん好きな方たくさんいると思うんですけど、やっぱちょっと重いんですよね。プレイ時間が長いなと、あの独特の味わいはもうちょっと軽くならんのかと思った人は結構いらっしゃると思うので、この 2.78 このアレクサンダー・プリスさんだけでなくてアルノ・ステンウェンダーさんと入ったことで、お二人の共作になったことでこの軽さっていう生まれたんじゃないかなと思っているので、これは2021年、まあ日本だとね2021年のおそらく年末頃出てくると思いますけども、要注目作品の一つじゃないかなと、こちらがケンビルさんから出るということになっておりましたね。最後国内ニュースはこちらですね、これちょっと残念なニュースですね。田中さんですね、テンデイズの、皆様が楽しみにしていたグラスロードですが、工場での製造過程トラブルが生じ、入荷が大幅に遅れることになってました。最短で7月末進捗によっては8月下旬ぐらいまでずれる可能性がありますということでますね。いやグラスロードね新作紹介でも何度かお伝えしておるんですけども、まあ7月まあ大体8月になっちゃうんじゃないかなという感じになってしまってね、こちらもね非常に残念ですね。私も久しぶりにねプレイしてみようかなって思っておりますけども、今年はでも本当にいろんなメーカーさんのところからの声で製造トラブルっていうのよく聞きますね。なのでなかなかですねこの生産ラインがうまくいってないこと多いんだろうなというふうに思うわけですけども、このグラスロードも残念ながら発売が遅れるということになっておりました。ここまでね国内ニュースですね。さあ海外ニュースのも元気ですね。こちらの方ですね、いやこれね楽しみしてる方ね多いんじゃないかなと思いますけども、ロストルインアルナックエクスペディションリーダーズですね。いやー来ましたね、アルナックですよね。アルナックの方の新しい拡張セットが出ますよということで、いよいよですねボックスのアートワークやなんかの方が公開されてきているわけですけども、探検のねリーダーたちがね入ってきましたよということになりましたね。今回のところですね、まあ基本セットのそのまま追加するんですけど、6人のリーダーが入ってですね、6人のリーダーが追加されることになったので、それぞれの異なる能力スキルデッキを持ってます。デッキも持ってるんですね。それによって異なる戦略とスタイルでプレイできるでしょうということになってますね。なのでこの新しい拡張版ではですね、ゲームに新しい非対称の要素をもたらすリーダーたちですね、個別の能力持ってますからね、
に加えて多様で大きな挑戦となる新しい研究トラックですね。今までね、宗教トラックにありましたよね。研究トラック、新しいコンボやシナジーを生み出すための新しいアイテムやアーティファクトカードがガバッと入りますよということになったので、カード系がガバッと新しく入るし、研究トラックですね、あれば強かったんでね、研究トラックの方も入れ替えますよと、プレイヤーの方はバリアブルプレイヤーパワーで能力が変わりますよということになったので、アルナックを今年になって一番プレイしたゲームってあげる人私の周り結構多いんですよね。これはね楽しみなんじゃないかな、まあ、これの日本語版ね出てほしいともう本当に思うわけですけども、これも非常に楽しみな作品ですね。これね、あとだんだん詳細出てくるのがね楽しみですよね。あともう一つがやっぱこちらですね、やっぱ海外もねやっぱ一人用増えてるんですね、これアンドルの伝説ダークパスですね、まあ、暗黒への道とでも言うんでしょうか、こちらの方が発表されまして、これアンドールストーリーズクエストになってるんですね。ご覧ください、一人ですね、一人専用のアンドールが出ますよってことになってますね。アンドールクエストのダークパスはですね、プレイヤーは結末の見えない物語の中にどんどん入っていきますと、そこにはどんな挑戦が課題があるのでしょうか、あなた自身の決断が物語の方向性を決定します、新しいカードを手に入れるたびに主人公は少しずつ解決に近づいていきますよということが発表されてましたね。なんでこんな感じのところね、すごい言語依存があるんですね。もうゲームブック化と言わんぐらいにガリガリに書き込んであるので、これはさすがに日本語版出てほしいなということを思うわけですけども、やっぱりソロ用モードはね海外はまあ今相当需要が高まってるんだなということで、アンドロ伝説ね2人用とかもね出てますけども、ついに1人用の完全なバージョンが出るということになってましたね。しかも驚くべきならここですよね、1人用ですけどもワンプレイが1時間から1時間半かかりますと書いてあるので、これはかなり練り込んだストーリーを楽しめるんじゃないかなということで、私非常に楽しみにしておる作品ですね。そして今週ね最後のニュースこちらですね、パンデミックホットゾーンヨーロッパですね、これね小型のパンデミックですね、たくさんつながりますよっていうね可能性がありますということで、以前にも一度ご紹介しましたが、こちらのですね新しい特殊能力をね持ったプレイヤーのねキャラクターたちっていうのの詳細の方がこちらの方で紹介されていましたね。新しくですね登場しましたこのパンデミックホットゾーンのねヨーロッパの、ね、キャラクターたちですけども、一番上からですね封じ込めスペシャリストですね、この人すごく強いんですね。移動していって他の都市に入るだけで病原菌1個のけるっていうね、そういう素晴らしい能力持ってるって、こうなかなか知らなかったなって言ってみますし、ウイルス学者ですね、新しいワクチンを作るときに1枚分は他のカードを足してもいいんですね。他のカードを2枚あればそちらのところの4枚分としてできますよっていうですね、非常に便利な人ができたのと、こちらこれ検疫スペシャリストですね、この検疫スペシャリストのところはこの人のいる隣接のところには置けませんよって、これ前にも言いましたよね。でこの人も入りましたよということになってますね。そしてちょっと面白いのはこのパイロットですね、このパイロットは2距離移動するんですね。でその時に他の人も連れてってもいいですよっていうことになってて、このパイロットかなり便利なんじゃないかな。この検疫スペシャリストとセットで移動するとすげえやばいとこにピョインピョインピョインって飛んでいって置いていけるっていうのがあって、これはかなり面白いんじゃないかなということがですね発表されてましたね。私この1枚はワイルドカードでもできるっていう能力も相当面白いんじゃないかな。まあいろんなパンデミック出てるんでひょっとして今までいたかもしれませんが、私自身にプレイしたのにいなかったので、これは少し面白いんじゃないかなということで、こちらパンデミックホットゾーンのヨーロッパですね、こちらの方も少し楽しみになってましたね。でやっぱりね一人用のところはですねやっぱり非常に人気があって、こちらもね前にご紹介しますけどコンコルディアですね、あのマックギルさんの名作ですけども、コンコルディアのソルティアのところもですね、フォーラムなんか読んでみるとほぼほぼ開発が終わってきて順調だよということが入っているので、今回のところの先ほどのソロモードのアンドールといいですね、こちらのコンコルディアというソロモードっていうのも非常に増えていますし、先ほどのパンデミックみたいな短時間で終わるっていうねいうところも増えているっていうのがね今のすごいトレンドだなというのを、ね、感心するような今週でございました。これもね非常にフォーラム盛んなんですよね、開発どうなってるんだとかね、発売日はいつなんだとかね、まあ、そういう流れてますんでね、コンコルディアソルティアはそろそろいいところに来たということが今週流れておりましたね。はい、というわけですね、ボードゲームニュース2021年7月4日分をですねお届けいたしました。今週はですね国内の方がねホビージャパンさん、アークラズさん、ケンビルさんね、それぞれね新しい作品をねどんどんどんと発表されてきましたんでね、なかなかこれからねまた秋にかけてもね楽しみなのが続くかなという感じになっておりますし、海外の方はやっぱり短時間そしてソロモードっていうのもね非常に重視されている作品が今年も出るんだなという感じの傾向が見て取れるんじゃないかななんていうふうに思いました。はい、というわけでボードゲームニュース2021年7月4日分をお届けいたしました。ザケメチャンネルの春木塾でした。
はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。